皆様、明けましておめでとうございます。月刊ガルーンのお時間です。はい、ということで本年も1年どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。このお時間はですね、サイボーズのグルペアであるガルーンの最新情報を月に一度お届けするコーナーになっております。ガルーンプロダクトマーケティングマネージャーの足立です。よろしくお願いします。同じくガルーンプロダクトマーケティングマネージャーの川平です。よろしくお願いします。なんか年末年始なんかされました？年末年始ですか、うん、そうですね、別に帰省とかもしなくて、はいはい、強いて言うならクリスマスにライブに行ったりとかしてたんですけれど、はいはい、まあ、箱根駅伝見たりとか、ああ、いいですよね、してましたね、うん、それこそユーザーさんの大学ですね、うん、走られたりしてたので見ておりました。僕も社会人講座行ってた学校が出てて、まさに多分デッドヒート、ね、そうですね、まさにデッドヒートしてたみたいなところがね、はい、あったんじゃないかなと思いますけど、年末年始はね、劇団四季化け物の子、はいはいはい、めちゃくちゃ良かった。そうなんですか。めちゃくちゃ良かった。よかった。ミュージカルとかは行かないですか？ミュージカル行きますけど、うん、劇団四季は多分それこそ学校の授業の一環で行ったぐらい。学校の授業の一環で劇団四季行くんですか？芸術鑑賞教室みたいなのがあって劇団四季見に行ったことあったと思います、ね、すごい、うん、でもぜひ行ってみてください。めちゃくちゃ良かった。いいですか？知ってます？化け物の子ちょっと映画も見てないですけれども、そう、こう師匠と弟子のね、ちょっと徒弟制度的なところもあって、ワークショップの勉強もしてたんで、はい、その辺の題材にもなってたんで、しっかり見ておこうかなということで、はい、じゃあ、まあ師匠と弟子ということで、ということでね、はい、何か学べるところがあればなと思いました、はい、学べるところがあれば、はい、あるか分からんけどあればってことですね、はい、じゃあ今年もそんな感じでよろしくお願いします。前回、はい、今年の目標としてユーザー会をやりたいというお話をさせていただいたんですけれども、はいはいはい、ありがたいことに動画のコメント欄や SNS で、うん、ぜひ参加したいですようなコメントも、ね、はい、いただきました。ありがとうございます。いや、すいません、いつもコメントを、ね、たくさんたくさん、はい、でもいただいて、よくいただく方からもね、はい、いただいてて本当にありがとうございま す。前回の動画で言うと、うん、キントーンの認定資格の年齢等を受けますって話をしたんですけれども、はい、無事去年合格しまして。すごい。どうですか、難しかったですか？センター試験を思い出しました。センター試験をね、うん、大学受験の時みたいだなっていう気持ちで、うん、もうひらちゃんの予定見たらね、必ずアソシエートの勉強時間が夕方とか夜ですね、入ってました。はい、これからキントーンアソシエートをね、受けてみようかなっていう方もいらっしゃると思うんで、目安に大体どれぐらい勉強して私を受かりましたよっていうのは何かありますか？どうなんでしょう、時間っていうよりは、うん、練習問題をどれだけ解いたかかなとは思いました、はい、教材だったりとか、うん、キントーンの認定資格のサイトで公開されたりとかする練習問題を繰り返しといて、間違えなくなるまでやる、で間違えた問題は間違えた理由が全部明確になるまでヘルプを見る。素晴らしい、やってました。この辺を参考にしていただいて、なんかそうそう均等の話ばっかりになっちゃいましたけど ね、ガルーンということで、ガルーンのね事例もありますから、はい、じゃあちょっとコーナーの方に行ってみたいなと思います。今月のアップデート、今月のアップデートをと思ったんですけれど、はいはい、1月ガルーンのアップデート特になくてですね、うん、あらプラグインのリリースも、はいはいはい、ちょっと2月までお待ちいただくということになっておりますので、うん、今回は月刊ガルーンが始まるより前にリリースされたプラグインをご紹介していきたいなと思っております。一つでもね言っておきたいのは、ちょっと1月なくて寂しいけど、はい、社内的には結構これからねアップデートいろいろ出せんちゃうみたいな話も ね、ありますから。そうですね、2月も結構充実した内容がね出てくると思いますので、別に手を抜いてるわけじゃありません。そうですね、はい、たまたまちょっとね、はい、タイミングですね、タイミング。はい、以前のアップデートの情報をお伝えいただけるということで、はい、ご紹介していきます、はい、お願いします。今回ご紹介するプラグインがこちら、サイボーズがご提供しております社内ポータル作成プラグインです。どんなプラグインかと言いますと、このようにですね、よく行き先案内板と言われておりますリンク集になるポータルの画面を作成できるプラグインです。この画面をご覧になって、で特にガルンお詳しい方だと、あれポータルテンプレートってあるよねっていうふうに思われると思うんですね、うん、前にねご紹介をね、はい、させてもらってるポータルテンプレートがあるがということですね。そうです、はいはい、ポータルテンプレートを使うと、うん、サイボーズがこんな感じの画面のテンプレートをご用意してますので、そちらダウンロードして HTML で編集して、うん、リンク先とかテキストとか書いていただけるんですけれども、はいはいはい、やはり自分は HTML わかるけど後輩に引き継いでいく、管理を後任の人に任せていくってなった時に、ちょっとメンテナンスできるか不安だな
みたいなことってあると思うんですね。そんな時に便利なのがこのプラグインでして、こんな風にですね、表示されるタイトルと説明とリンクの URL、そして背景色を HTML 編集するのではなくて、このガルンの画面上で設定できる。こちらがこのプラグインの内容になっております。詳しい方じゃなくてもというか、HTML 触れなくても、もう画面で準備されてるので、はい。まあ、ここの内容を変えていくだけで、そうです。そのままね、さっきの画面に、はい、まあ、作れるということですね。なので、例えばこの出張申請っていうテキストのところを、変えたいという風になったら、ポータルテンプレートだと HTML の中から出張申請のテキストを探して直していただくっていうことが必要なんですけれども、このプラグイン使っていただければ、あ、ここを直せばいいのねという風に一目瞭然になっております、うん。より簡単にさっきの行き先案内板が作ることができると。はい、今回のご紹介するプラグインの内容になっております。で、ちょっと一点注意としては、うんうん、このポータルの中身の設定をプラグインの機能としてやっておりますので、中身を編集する際にプラグインの管理ができる管理権限が必要になります。はいはい。で、ポータルってよく各部署のポータルに関しては運用管理の権限を移譲して、例えば総務部で作ってるポータルであれば、総務部の方が中身を編集したり、なんていうこともあると思うんですけれども、このプラグインを使ってポータルを作る場合は、ポータルの権限ではなくて、プラグインの権限が必要になるんですね。で、プラグインの管理ができる権限って結構ガルの中だと大きめの権限にはなるので、うん、まあ各部署でこういう行き先案内板を作って、それのお任せをしたいっていう時というよりは、かは、全社のこういう案内板を作りたい時に、これで作っていただいて、うんうん、で管理権限がある方で運用いただくっていうのがいいかなとは思いますね。なるほど。じゃあその取りまとめいただく、例えば情報システム部門様の中の、まあ、経験が浅い方でも例えばこれとか ね、 そうですね、触れるし、はい、で、経験豊富な方は各部門にこう権限移譲されてるところなんかお手伝いとかねしてもらったりとか、うんうんうん、なんかそんな使い方できるのかななんて思いましたね、はい、思っております。最近ね、はい、社内ポータル作りたいっていう声を、うん、はいはいはい、ガルン使い始めたばかりの方から結構長く使ってらっしゃる方までいただいたりとかしておりますので、ぜひこれ使って第一歩を踏み出していただければ嬉しいなと思っております。機能の中でもポータルは人気ですし、そうですね、そのポータルの中でもこの行き先案内板はさらにまた人気があるね、うん、使い方だと思いますので、はい、はい、ぜひこの機会にお試しいただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、この新年一発目1月号は社内ポータル作成プラグインについてお話をさせていただきました。はい、今月のピックアップ事例、1月号のピックアップ事例お願いできますでしょうか。はい、今月は駒澤大学様の事例をお持ちしました。冒頭箱根駅伝の話をして、うん、ね、からのというのはちょっとたまたまなんですけれども、たまたまいい事例だなと思って、はい、持ってこさせていただきました、ね、大学さんの事例もね、でも増えている中での、はい、事例のピックアップというふうになっておりますので、ご紹介させていただきます、はい、駒澤大学様がガルーンの導入、ブルーペアのリプレイスをご検討された背景としてはこちらですね。デジタル化の推進の施策が大きく立ち上がっていて、その中の一個としてガルーンの導入が進んでいたという形になりました。で、教職員のコミュニケーション基盤としてご利用いただいております。もともと別のグルーペアを使われてはいたんだそうなんですけれども、なかなか利用が浸透しておらず、そこに情報を載せても見てもらえないですとか、スケジュール共有が浸透してなくて、結局メールで日程調整をして時間がかかったりとか、こういったところが課題だったというふうに伺っております。そんな中、ガルーンをご導入いただいて、学内のお知らせをガルーンにまとめたことで、ガルーンを見れば情報がわかるっていうふうになっていったりですとか、スケジュール共有が進んでいって、メールでの予定調整ではなくガルーンを使ったスケジュール調整というのが浸透していったというふうに伺っております。予定調整はね、ありますね、どこでもね、ありますから、そこでこう一気に業務が楽になっていったっていう話があるんですかね、はい、一つ特徴的だったなと思うのが、はい、もともと教員の方を中心に Google カレンダーを使われてたそうなんです、ね、はいはい、でやはりこうすでに使ってるスケジューラーがあるところに、うん、新しいスケジューラーを持ってきてもなんか、え、もう使ってるのあるしってなっちゃうじゃないですか、はいはい、ね、ありますよね、うん、でそんな中で Google カレンダーとガルンのスケジュールを同期させるツールを入れて、これによって、まあ、併用ができるようにしたりですとか、スムーズなスケジューラーの移行ですよね、こちらをやられていたので、まあ、特に今後、うん、ガルーンスケジュールのご利用をご検討いただいている方には参考になるお話なのかな、なんていうふうに思っております。これちなみに同期されてどっち見てもいいよっていう運用になってるんですか。基本的にはガルーンを使われていたと思いますね、うんうん、じゃあそれまでに入れてたものについて同期をして、でこれからはもうガルーンメインにしていくぞ、はい、と、ね、ただあの教員の方が、はいはい、オンライン授業で Google Meet 使ったりとか、うん、されたりとかしてる関係もあって、全部 Google カレンダーをやめるっていうことはできない、なるほど、ご状況なんじゃないかなと思いますね。結構そういう会社さん、大学さん多いですよね、うん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 、
それこそウェブ会議だけは Teams 使ったりとか、はいはいはい、Google Meet 使ったりっていうところですと同期かけていく必要があるっていうところは多いんじゃないかなと思います、うん、あと私営業の時に他のツール使っててガルーンもこう使いたいってなった時に、うんうん、もう人によって選ばせたいっていうケースもありましたね、うんうん、まあ、どっち使ってもいいよと、うんうん、ただやっぱ同期はちゃんとかけとくことによって、まあ、どっちを使っててもスケジュールが漏れないようにするっていう、うんうんうん、まあ、そういう使い方されてるお客様も、はい、いらっしゃるので。なるほど、はい、まさにそういったタイプの一つの事例かなというふうに思いますね、うん、はい、であともう一つメールとの違いについてコメントいただいたのが面白かったなと思っております。具体的にはですね、こちらですね、もともとはメールでやり取りをされていて自分が所属している委員会の情報はメールで届くけれどもやはりメールの中に閉じてしまうので他の委員会の情報にはアクセスできないというご状況だったそうです。そんな中でガルンでオープンに情報を共有していくっていう風になったことで、うん、他の人が他の委員会がどんな動きをしているのかみたいなことが見えるようになっていき、誰が何をやっていてどんな動きをしているのかがリアルに伝わってくるので私はこの中の一つなんだっていう風に俯瞰できるようになっていたなんていうお話も伺いました。見せたかったっていうのは先にあったんですかね。それはあると思いますね、うん、上層部の方がね、うん、もういろんな人に横の人の仕事もちゃんと見えるようにしておいてねと、うんうんうん、この辺で思うのは、うん、自分なんかずっとサイボーズにいるんで、はいはいはい、検索すれば情報が、うん、もちろんアクセス権はかかってますけれど見れる情報は見れる、わざわざ通知を飛ばすほどじゃないけれど見に行きたい人は見れるように情報を置いているっていうところがサイボーズは当たり前の環境だなと思うんですけれど、足立さんは前職メール文化、ね、うん、そうですね、もうがっつり全メールで来るっていう感じでしたね。そうするとこうすごく関係があるものから共有レベルのものまで全部メールで来るってことですよね、はいはいはい、なんか大変そうだな、まあ、なんでほぼ見ないですねCC のメールほぼ見ない。なるほど。なんで2でこうお客さんから、まあ、ずっと営業だったんで、うん、お客さんから来るやつだけをちゃんと見といて、うんうん、上司の偉い人から来るやつだけはめちゃくちゃ来る。でもそうするとやっぱり上から伝えたいことがあんまり現場に伝わらなくなっちゃったりとかもあり得るっていうことですね。そうですね、上から伝えたいのは改めて2で回してくるっていう感じになるんで、数はやっぱめちゃくちゃ増えるんですよね。リレーみたいになるってこと。リレーもあるし CC で1回入ってきたメールにもう1回2でかぶさって自分宛に来たりとか、結構現場の人からすると横の人の動きがなんか見たいっていうことすらあんまりこう感じられないというか、うんうんうん、上層部の方々がそこにこう問題意識を感じられて、うんうん、やっぱ横の仕事も見といくことによって学びって深まると思うんで、なんかその辺のこう仕掛け作りのまずは一つ、うんうん、でこう見えるようになってくるとね、また新しい仕事が生まれたりだとか、まあ、それこそこれまで見られなかったものが見られるようになって、まあ、仕事が前に進んでいくみたいなことがあったのかななんていうふうに思いましたね、うんうん、一現場の目線で言うと、うん、わざわざメールで送ってこなくてもいいものを送られてこなくなるとかもあるのかもしれないですね、はいはいはい、うん、それこそガルンの掲示板って通知するしないをカテゴリーごとに設定できますけれども、プッシュで見てほしいものは通知して、よかったら見てねぐらいのものはポータルに一覧として出しておくだけにするとか、うん、まあ、そうした情報の発信の強度を変えていくとかもできると思うので、こうしたところを意識してぜひガルーンの活用とかをしていただけたらいいななんていうのを改めて事例拝見して思ったりしました、うん、いいですよね。私はこの中の一つなんだっていうことがこう俯瞰できるようになるっていう、うんうん、ここが本当現場だけでやってるとそれすらやっぱ分からない、どこに所属してるか分かんないんで、やっぱこう点で仕事が回ってきてそれをこうこなしていくみたいな感じにはなりやすいので、まあ、ここやっぱ俯瞰できるようにして仕事のやり方とかこう捉え方を変えていくっていうのはすごく面白いやり方なんだなっていうふうに思いましたね、うん、このあたりがあったからこそガルンご評価いただけてるんだろうなっていうのを思いまして、うん、実際グループ屋の検討される中でもうグループ屋いらないんじゃないっていうお話も出てきたらしいんですよ、うん、事例取材の時にそういうお話を伺いまして、メールとチャットとあとは Google ドライブ、はいはい、データの保存それさえできればいいんじゃないかっていうお話もあったそうなんですけれども、まあ、いざ使ってみてやっぱりグループ屋あってよかったねというふうになったというふうに言っていただけたので、この辺はやっぱり嬉しいなと思いますよね。嬉しいしたくさんの人に伝えたいですね。これを伝えたいですね。伝えたいですね、やっぱね。なんでサイボーズとしても、うん、この便利さを伝えていきたいなと改めて思いました。あと大学はね、他にも帝京大学さんの事例なんかもそうでしたね。ね、帝京大学さん走ってらっしゃった、走ってもいらっしゃって、はい、ガルーンの事例にもなってて、帝京大学さんもやっぱりいろんな学校で、そうですね、ね、八王子にもキャンパスあって、うん、板橋にもあってっていう感じ、はいはいはい、かなり企業様でも多拠点だと、うんうん、コミュニケーション取りづらい、情報共有しづらいっていうお話伺いますので、このあたりが活かせるポイントかなと思いますね。僕もちょっと営業の時に関わってたんで、この学校ごとにねコミュニケーションのやり方がちょっと違ったりして、うんうん、基盤を同じすることでまたこの学校間のやり取りができるようになったりとか、うんうん、まあ、それこそメールしかできなかったのがガルの中でやれるようになるとか、こういうのは結構ありますね、うんうん、他にも病院さんでも同じようなこと言われたこともあるんで、やっぱりグループ大きかったりすると、確かにこの他の拠点とのやり取りが
一切やっぱできなくなっちゃったりするんで、うん、これがグルペアが入るととてもやりやすくなるっていう、そんなお話ですね。はい、この魅力を届けていきたい。届けていきたい。今年も引き続きです。引き続き、はい、よろしくお願いします。頑張っていきたいと思います。今月の事例は駒澤大学様の事例で、まあ、仕事を、ね、俯瞰して、やり取りができるようにガルンを導入いただいたというお話をさせていただきました。はい、続いては今月のひらちゃんティップス。新年一発目のひらちゃんティップス、今回は、はい、まあ、予定調整系のものなんですけれども、うんうん、単に人の予定を調整するという話ではなくて、はいはいはい、施設の予約、会議室を取ったりとかですね、はい、こうしたところをやりやすくするポイントをご紹介していきたいと思います。確かに出社が増えてね、そうなんです、会議室なかなかどこが空いてるかこう確認しづらいなんてこともね出てきてるんじゃないですかね、はい、こちらガルンの画面ですね。今回はまあ予定の調整になりますので、こちらスケジュールのアプリケーション開きます。多分過去私ひらちゃんチップスのコーナーでお伝えしたと思うんですけれど、はい、予定調整は週表示がおすすめでして、週表示に切り替えて、うん、まあ、予定調整したいメンバー選んでいただくと、こんな風にですね、はいはいはい、人の予定がこう重なって空き時間分かりやすいっていう風になっております。で、まあ、この中で例えば2階のにある会議室からなんかどっか一部屋欲しいなっていう風になったとするじゃないですか、はい、でそうやってこう入れていきますと、会議室って1個でいいんですよね。人とね、会議室今並んでるから、並んでて、でも、うん、人は全員参加させたいけれど、はい、会議室は1個でいいんですよってなった時がめんどくさいっていうのを思っておりまして、はい、例えば1月19日でどこか予定調整したいな、うん、でも会議室どれがいいのかよくわからなくなっちゃったな、こんな時に今日おすすめするチップスを使っていただきたい、うん、今やっとだから201本当は空いてるんですよね、出てきてないから。でもこの赤がないよねっていう認識の仕方をしないといけないから、ちょっとなんかこう頭がこちゃややこしいですねこれね。そんな時に、そんな時にですね、うん、まあ、まずここら辺でこうクリックをいただいて、1月19日に予定が登録できるような画面にこう遷移をいたします。はい、で、まあ、予定のタイトルなんかは先に入れていただいて、ここからがポイントですね、うん、この空き時間、足立さん普段使われますか？はいはいはい、僕は設定日時では空いてない施設をよく見てるかもしれない。ああ、こっちですね。はいはい。まあ、これは、うん、この選んだ日時の中で空いてない施設があったらアラートが出るっていう、ね、これもタイプで、まあ、例えばこう10時11時とかにすると、うん、ここですね、202に着いたので、あ、202は空いてないんだなということが分かって201選べるっていうこの風なこともできますと、うん、で今回はこの空いてない施設ではなくてこっちの方をご紹介していきたいなと思います、はい、こちら押していただくとこんな感じで画面が立ち上がりまして、人の時間がこう上のところですね、上のところであるので、まあ、今回で言ったら11時12時は人は全員空いてそうだから、じゃあ11時12時にしようというふうに選ぶことができます。でその後に下の部分見ると、あ、11時12時で空いてるのは201会議室の方なんだなっていうことが分かります。でここで今は201と202両方選択されてますけれども、202のチェックを外すっていうことができるんですね。でこれ外していただいて予定に反映すると、はい、さっき2個選んでいたはずの会議室1個消えまして、自分が最終的に予定調整して選んだ施設だけが残るというふうにすることができます、うん、なるほど。なので、まあ、今ちょっと2個の会議室だったんで、はいはいはい、週表示でもなんとか調整ができたりとか、うん、この空いてない施設をアラートから探すっていうやり方でもできると思うんですけれど、うん、例えばこう候補になる施設が10個あったりとか、うん、するとこう目視で見てこのマークから探していくというのはちょっと難しかったりとかすると思いますし、これ使っていただくと、まあ、この日が無理だってなったら前の日に戻ったりとかですね、うんうん、右上のトグルのところですね、施設とメンバーと含めて予定調整していくことができますので、まあ、ぜひこの機能もご活用いただければなと思っております。僕がなんでその設定日時では空いていない施設のアラートで見るかっていうと、うん、会議の日程は決まってるんですよね、うんうんうん、人と一緒にこう調整をどこでもいいからしていきたいっていうよりかは、もう会議の時間はここ、うん、で空いてる施設がどこかっていう選び方の場合は、まあ、このアラートを見ればいいですし、便利ですねこれは。この人と時間施設をまたこう時間も日も割と自由に設定していいよっていう、そんな類の話だったら今の空き時間から持っていっていただくと非常にこうスムーズに予定の調整ができるんじゃないかってことですね。なので予定調整するときに、まあ、もちろんいつもご紹介している週表示もなんですけれども、結構いろんな調整の方法がありますよというところ、うん、本日はお伝えできればなと思いました。皆さんはどういう感じでやってるんですかね。意外とこういう細かいところどう使ってるかって知らないですね。そうですね、この会社のねメンバーの中でも知らないから、サイボーズ社員の中でも、うん、そんな予定調整の仕方するんだみたいな言い方悪いですけど、非効率な予定調整をしてるのを見かけたりもしますね、うん、はいはい、私はもう絶対すぐもう週表示をおすすめしますし、なるほど、ピピピつってピピピつってこれはあの週表示使った方がいいですよって言いますし、この会議のメンバーでまた予定調整したいっていう時にこうピピピって笛を鳴らしてですね、うん、このオプションからの週表示をいつもおすすめして回ってます、うん、そういうとこありますもんね結構ね、まあ
そうですね、やっぱガルンチームなんで。ガルンチームで、いや、うん、この間あのズームの僕のあの設定の仕方がおかしいから、もうあの私がときます。いやいやいや、それはガルンじゃないじゃない。ガルンじゃないけど、本当ね、あのやっぱシステムが使いこなせるっていうのはすごく価値のあることですよね。まああのガルンは、うん、IT リテラシー問わず使えるようにしておりますので、ズームの設定難しくても足立さんガルンは大丈夫です、ね、大丈夫ズームも別に できないわけじゃないできないわけじゃないということで、今月のひらちゃんティップスは空いてる施設の確認のやり方について、新しいやり方をお伝えできたんじゃないかなと思います。今月のイベント情報、今月から、ね、新しいカメラが導入されてね、そうなんですよ、ここに。で、今月のイベント情報、はい、イベント情報、1月の末におそらくこの動画公開されるかなと思いますので、うん、2月のイベントについてご紹介していきたいと思います。2月はこのように2月7日にガルーンワークフロー活用セミナーの前編、2月19日にワークフロー活用促進セミナーの後編がございます。今からガルーンのワークフロー使いますっていう方でしたとか、ガルーンのワークフローも使っているんだけれどももうちょっと活用したいなんていう方に、こうした前編後編のセミナーおすすめをしております、うん、定期開催してるのでもうすでに参加したことあるよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、これを機に新しいメンバーとやるですとか、うん、部署移動してきたメンバーとか、あとはワークフローの運用管理任せたい部署のメンバーとか、いろいろ巻き込んでセミナー参加いただけると嬉しいなと思っております。ワークフローもやっぱねちょっと難しさありますから。そうです ね設定難しさはある部分もありますからね。なんでこの辺やっぱセミナー受けていただいて、改めてちょっとインプットしていただけると、うんうん、まあ、こういう中でもまた新しい使い方というか、そうですね、発見もあるかもしれないし、うん、まあ、まさに本当あの今お話もいただきましたけど、その情報システム部門じゃない方にも来てもらって権限をお渡しいただいてですね、うん、まあ、スムーズに用意いただくなんてことも考えるきっかけにいただけるんではないでしょうか。はい、そうですね、経路分岐とか冗長設定、うん、なんかできないと思ってたことが意外とセミナーを聞いたらできるなんていうこともあったりするかなと思うので、ぜひこのあたりもご覧いただければと思います、はい、そしてもう一つですね、うん、もう一つこちら最新のパッケージ版ガルーン 6A バージョンアップ、新機能や移行方法を解説というオンデマンドのセミナーになります、はい、こちらオンデマンドで配信しておりますので、いつでも申し込みして視聴いただけるという形式でございます。昨年の秋にパッケージ版のガルーンの最新バージョンガルーン 6.0 がリリースされまして、こちらの内容であったりとか、ガルーン6にバージョンアップする方法や、ガルーンからクラウド版のガルーンに移行する方法なんかをご紹介をしております。昨年ね出させていただいて、これ多分僕がお話をさせてもらってるやつですね。そうですね、まさにここで収録して、ね、ここで収録してガルーン6についてのご紹介をさせていただいております。はい、ぜひ今パッケージ版のガルーン使われているお客様はこちらもご覧いただければと思います。ということで、今月のイベント情報はワークフロー活用促進セミナーと、ガルーン6へのバージョンアップセミナー2つをご紹介させていただきました、はい、ぜひご参加ご検討ください。お待ちしておりますということで、1月号はこんなところですかね、はい、新年一発目。ちょっと気になったのは、はい、ティップスなのかチップスなのか、え私なんて言ってました。ひらちゃんはチップスって言ってて、そうですね、僕はティップス TI やからティップスなんじゃないのって思うんですけど、はい、チップスっていう人もね聞くんですよ。で、言っていいのかも分かんないからいつも言わなかったんですけど、はい、ちょっとやっぱ気になったんで、ね、言っちゃいましたね。今は正しくはティップス、正しいかどうか分かんないですけど、なんかもしチップス使われてるなんか理由とかあれば。いや、ないです。ないですか。チップスは多分あの AI が判定罰にされると思います。じゃあ来月からチップスって言います。もしまあご覧になられてる方でこう有識者の方がいらっしゃったら、これも X にね、はい、ティップスが正しい、チップスが正しい、どっちでもいいコメントいただければと思います。いただけたら嬉しいですね。はい、足立さん感想に書いていただきたいことというか、うん、聞きたいことみたいなのは、事例紹介で駒澤大学さんのお話をさせてもらったんで、メールのお話をさせてもらったんですよね。うんうん、お客様の中でメールとの使い分け、社内のやり取りメールでもやってるし、ガルーンでもやってるっていうケースがあんのかな。社内は全部グループに移るもんだと思ってるんですけど、うんうんうん、実は結構メールのやり取りが残ってますよっていうのがあるんじゃないかな。例えばこの間ちょっとお聞きしてたのは、メールが電子帳簿保存法ってその要件に合致するかどうかっていうのは、注文を受け取る営業の方は分かんなくて、うんうん、経理の人に判断してもらうっていうので転送されてますと、うん、社内でメールを、はいはい、転送されてる業務があるんだなってことを知ってですね、うん、この場合例えばグループが入ってても多分両方使ってるパターンだと思うんですよね。うん、入り口がメールなんでも転送の方が早いじゃないですか。確かに。なんでこういうなんか業務ってあんのかなってちょっと聞いてみたいですね。確かに。それこそガルンのメールから、うん、キントーンに取り込む、はいはいはい、メール取り込みというキントーンプラグインというのがあるんですけれど、うん、ね、はい、まあ、そういったことをやられてるかどうかみたいなのも気になったりします、ね、そうですね、まあ、そういう話ちょっともしお話
出していただける方がいらっしゃったら、そうですね、はい、ちょっとお寄せいただけると嬉しいなと思います。はい、ということで月刊ガルの1月号でした。じゃあまた来月お会いできればと思います。それでは皆さん、さようなら。